ああ、どうすれば。あれ？国政様、よかったです。ここにいらしたんですね。ホーギー？どうしたの？こんなところで。何かあったの？国政様、それがですね。以前、国政様に言われた通り、花火の設置場所の計画を練り直し、その範囲を警察層まで広げました。それで新たに人員も手配し、花火を警察層に設置して、当日の作業員もそこに残しました。ですが、その責任者の報告によると、警察層に設置した、花火が全部盗まれてしまったようなのです。すぐに戦艦群に報告しました。追加の花火を作って警察層へと運び、現在は兵士たちに監視してもらっています。しかし、解答祭はどこも人手が足りません。戦艦群もあちこち駆け回っており、日頃の見回りすらままならない状況です。ましてや、花火を見張る余力もほとんどないようで、花火の材料はもうほとんど残っておらず、また盗まれれば全てが終わってしまいます。ですので、警察層へ行って状況を確かめようと思っていたところでして、まさかその道中で国政様にお会いするとは。国政様、何かいい案はございますでしょうか？総務省の取り決めに従って、解答祭期間中は城内の見回りを倍に増やし、途切れることがないよう全員での交代制を敷いている。それに加え、日常の事務もこなすのは確かに困難なことだわ。唯一動かせるのはいくつかある特別緊急招待だけね。けど、あれらの招待は人数が少なく、一箇所に長くとどまることに向いていない。彼らを使うのであれば、短期間で解決できるような問題でないと。じゃあ、仙人たちに助けてもらおうぜ。流音釈放神君とか、翔に聞いてみるのはどうだ？きっとすぐに解決してくれるぞ。いいえ、それはあまりにも短絡的だわ。こうしましょう。ホーギー、このことは私に任せて。オイラたちで一緒にこのことを解決しよう。二人ともありがとう。この件についてはちょっとした心当たりがあるの。早速その手配をするわね。ホーギはリーユエコーへ戻り、花火の整理をしてから警察層へ。旅人、君は私と警察層に来てちょうだい。村の人に状況を聞いてみましょう。あんな素晴らしい花火がどうしてなくなってしまったんじゃ。こんにちは、弱心おばあちゃん。花火の盗難の件について少々お聞きしたいのですが。国政様、直々にここへいらっしゃるとは。そうかしこまらないでください。状況を説明してもらえませんか？ああ、先日この村へ花火が届くと、村の子供たちは大喜びでそれを囲み、ずっと眺めておった。ただ花火を運んできた者たちはそれを一箇所に置くと、打ち上げ場所を確認するため村を離れてしまっての。確か花火はルージーの家の横、その空き地に置かれたはずじゃ。それから一晩が経ち、気がつくと花火は丸ごと消えておった。担当者は顔を引きつらせながら解決策を考えるため城内へと戻っていったよ。ああ、私たち村にいる者も心配なんじゃ。花火が盗まれたということは、近くに賊がいることを意味する。それに、この村には年寄りと子供しかおらん。今は戦艦群の警備があるが、それでも、皆外に出るのが怖いんじゃ。状況は理解しました。村の人たちに安心するようお伝えください。戦艦群の見張りがある限り、何も問題はありません。
旅人、花火が盗まれた場所へ行って調査しましょう。盗まれた場所だな。犯人はきっと、警察層は住民が年寄りと子供ばかりで防犯が行き届いていないことに目をつけ、このような露骨な窃盗を行ったんでしょうね。本当に卑劣極まりない、決して許されない行為だわ。まずは近くで手がかりを探して、それから次の行動について考えましょう。これは足跡、追ってみましょう。足跡がまだ続いているわ、追いましょう。足跡がまだ続いているわ、追いましょう。お助けを。誤解です、これは全て誤解なんです。誤解？強いて言うなら、君たちが待ち伏せをしていた場所が誤解を招きやすい場所だったことくらいか。ご慈悲を。本当に誤解なんです。どんなに勇猛な人でも飛雲商会の貨物に手を出すはずがないでしょう。あそこで何か起きているみたいね、行ってみましょう。あれ、飛雲商会、まさか。もういい、何も言うな。皆の者、こいつをもっときつく縛っておけ。かしこまりました、おっちゃま。妖魔の仕業かと思ったが、まさかまた放蕩団だったとは。ゆくあき、チョーン、なんでここにいるんだ。やあみんな、ここで会うなんて奇遇だね。何かあったのかい。私から先に質問させてちょうだい。これは一体どういう状況。ああ、説明しよう。毎年怪盗祭には飛雲商会がリーウェイ港の周囲にある村に物資を運ぶんだ。家のしきたりで、これらの物資は家の者が直々に運ぶことになっていてね。去年は兄上、今年は僕が担当している。でもなんで長雲もいるんだ。長雲は僕の家に客として来ていて、そのついでに同行するよう僕からお願いしたのさ。そうだったのか。じゃあ長雲がさっき言ってた妖魔の仕業ってなんだ。どうやら二人とも故事を知らないようだね。花火はもともと爆竹を放って妖魔を駆除することから始まったのさ。古の時代、リーユイには妖魔が跋扈していた。仮説を迎えると人々は団らんを楽しむ。すると高まった妖の気が妖魔をおびき寄せ、港周辺にまで妖魔が迫ってきた。リーウェ港は帝君の守護を受けていたため城内へは入れなかったが、その周囲に奴らは陣取って通行人を悩ませていたんだ。それを退散させるため人々は爆竹を作った。城門のそばで点火し、火と巨大な音を利用して妖魔を追い払うことに成功したのさ。怪盗祭の時期になると僕は外に出て、はぐれた妖魔が通行人を襲っていないか見て回ってるんだ。ちょうど貨物を運ぶ必要もあったし、どうせ山奥へ行くのなら
砲術に長けた友達を同行させた方がいいだろう。行く秋が古書の中で妖魔に関する伝説を見つけたと言っていた。その古書には妖魔の外見や出没する場所が正確に書いてあったらしい。では警察層のことは二人に任せるわ。ああ、ご心配なく。彼らに会えてよかったわ。行く秋の人助けはかっこいいよな。でも花火を盗んだ真犯人は未だ捕まえられていない。私は周りを見てくるわ。旅人、君は警察層に戻って休んでて。ここまでずっと君に頼りっぱなしだったし、後のことは私が自分で何とかするから。国政、一人で手がかりを探しに行く気か？そんなの危ないぞ。あ、そうだ、国政ってリーユエ七世だろ。部下とか連れて行けばいいんじゃないか。一人で調査するより安全だと思うぞ。その言い分も理解はできるけれど、今は人手が本当に足りないの。それにこういうことは私一人でも対応できる。警察層に運んだ花火は決して小さいものじゃないわ。だからまだ遠くまで運べていないはずよ。私の考えでは、もし賊たちの頭が回るのなら、人目のつかない場所に盗品を隠して後日また取りに戻るでしょうね。私がすべきことは、彼らが花火を隠した場所を見つけ人を手配すること。それに私は無謀な人間じゃないわ。やぶをつついて蛇を出すようなことはしない。私の性格は君たちも知っているでしょ。そこまで言われたら何も言い返せないな。さあ旅人、パイモン、君たちは休んでおきなさい。私も一段落したら警察層まで君たちを探しに行くから。